はい、ブルーブルーの吉澤です。大阪フィッシングショーで、ブルーブルー展示しているのは、来月発売予定の、トレイシーという鉄板バイブです。この鉄板バイブは、鉄板バイブのストレスになる、キャストの時に回ってしまったり、えびってしまったり、引き抵抗が重かったりと、そういうところを全部取り除いて、ものすごく使いやすく仕上げてます。で、アクションもですね、ウォブリングがほとんどない、ロールで仕上げてますので、引き抵抗もとても軽くて、まあ、リフト&ホールの釣りとかですね、その辺がすごくやりやすくなってます。で、流れの中で使っていただいても、早引きして使っていただいても、十分使えますんで、今までの鉄板バイブとは一味違う鉄板バイブ、僕ら作り上げましたんで、ぜひ使っていただければと思います。あと他の展示物としては、まあ、既存商品のブローイン、シーライド、あと去年発売しました、ホルテンですね、ミディアムモデルと、キャスティングモデル。ミディアムモデルの特に特徴は、コンパクト。90g でだいたい一般的なジグの 60g 前後のシルエットであって、まあ、120g で 100g 前後のシルエットと、すごいコンパクトに仕上げてますんで、潮が速い時であったり、ベイトが小さい時、スタンダードな形をしてるんですけども、ちょっと他とは違う、そういう仕上げにしてます。あとは、ずっと開発している、シーライドロング、こちらは外棒の平まさで使えるようにもうちょっと横引きの、ドテラで使えるように作ってます。あとはコニファーというスローピッチ用のロングジグ、ロングホールで、もうゆらゆらとこうホールしていくように、難棒で作り込んでますんで、このままいつかリリースできたらなと思ってやってます。こんなところで大阪のショーを説明を終わりたいと思うんですけど、いかがでしょうか。また他のブース、横浜とか名古屋にもブース出すんで、ぜひ来てください。よろしくお願いします。